佐々木君はあれだっけ、カフェかなんか開くって感じだったっけ。カフェじゃないですけども、それも含めてこれから。これから。実家がケーキ屋なんですよ。あ、そこか。で、まあ、あと4、5年ぐらい。ああ。弟がケーキ屋をするんですけど、うんうん、今修行中で、お4、5年ぐらい修行してるんで、おその間、まあ、ケーキ屋で、おまあ、パッケージのデザインとか、あディスプレイとかそういうのやったんで、うん、ああ、なるほどね。で、それの後に、まあ、できれば独立するみたいな感じだ。流れに任せて。トイレ行きたいの、それ。え？おしっこ行きたいの。違う違う。何、くるくるして。そうですか。はい。一応、主役なので。はい、じゃあね、まあ、それを、それに捧げる歌、独立記念日という歌をね、やりましょう。これは2年ぐらい前にキューバで作ってまだレコーディングされてない歌ですね。これを歌うとなんかあのおばさんたちに人気で私離婚するとかいう人たちが現れるぐらいに危険な歌です。Okay.